ちょっとすごい光もいまいちメイクも落ちてる、そんな私ですがよろしくお願いします。あのですね、ちょっとまだ始まったばかりでこんなことを言うのはあれなんですけど、短時間でも大丈夫でございましょうか。喉をぶっ壊してましてちょっと最近声を使うことが多くて喉がめちゃくちゃ痛いんですよ、あの昨日から。で今日も声のお仕事だったのでそう、ちょっと続いてたっていうのもあるんですけど、私自身その声のお仕事あっても続くことなかなかなかったので、ちょっと5日間ぐらい声のお仕事が続いてて、明日も声のお仕事っていうかお話し会なのでねちょっとあのいっぱい龍角さんをお湯に溶かしたりとかしたらいいっていうのをいろんな方っていうか聞いて、そう、それでやったりとかしてるんですけど、ちょっとめちゃくちゃ痛いのでまた声のお仕事がね、3月入った瞬間に朗読だったりあるので、ちょっと今日は早めに休みます。でも今日はあんまり喋らないんですけど、あのちょっとなんかルール上みたいになるんだけどちょっとあのね、ドライグのショールームでドライグのやつをね週に1回するっていうのがあって、そう、闇の巣窟は前回闇の巣窟したんだけど、あの今日闇の巣窟はしなくて、そう、私が言う質問に、あ、ドライグっつったいろんなゲームに浮気してるからローママです。だからちょっと声も普段の声だったらこれぐらいなんですけど、今日はちょっと声も小さめに、で湯船も溜めて、お湯意外にね、浴室って蒸気で喉も良くなるので、そうラジオ撮る前に今日声出ないなと思った、私一回お風呂入りますもん。シャワーで一回入ったとしても浴室だけ溜めて、一回喉なんか外胸取る時とかに、今日出ないわと思って一回お湯ためて入ってこようみたいなやります。そう、元気なんですけどね、なんか体調が悪いとか頭が痛いとか気持ち悪いとかはないんですけど、喉ですね。でも変な話、声のお仕事を多くしてさせていただいているので、怪我とかと同じぐらい喉を壊すことは私めっちゃ仕事に響くので、はい、だからもしかしたら明日の話し会もあのイヤホンだから多分聞こえると思うんですけど、声が小さめかもしれないんですけど、私の性格上テンションがね、お話し会って楽しいじゃん、そう、勝手に大きくなる気がするけど、そんな自分を忘れないように明日お話し会の机に自分で喉痛めてるよって書いとこうと思ってちょっとあのなんかね、透明なんかその透明ガラスみたいな、ガラスじゃないか、なんか仕切りがあるんだけど、だから正面に透明の壁があるの、そこに貼っとこうかなって、目線が行くよ、あなた喉痛めてるよって、じゃないと多分ね忘れるの忘れて、とかやばーみたいなことやっちゃうから、そうパッて見た時にあやばって思えるようにニックネームに小声って書いておきますでも私あれで多分自分自身が忘れてたら、あの来てくれた方が小声なのかと思っちゃうでもちゃんとイヤホンのマイクとか、イヤホンだからさ、マイクここにあるから、多分ね、多分ちっちゃいくても聞こえると思う。小声現象って逆じゃねあ、逆じゃないのか、現金、小声現金って呼んでた。明日新春福袋が届くみたい。あ、そうなの？じゃあ明日お話し会来るなら、あの私の目の前で開封してよ1個目っつって2個目っつって3つ目っつってあ、で、あ、でもこれもうちょっと人が多く来た、あ、いっか、また言えばいいか、あのショールームで
いい肉の日にお肉をファンの方に黒毛和牛いただいたんですけど、私自身がそのハガキを、まあ、ハガキが届くのも結構年明けてからだったから、でその後は私自身もハガキ出すのが遅くて、届いたのが本当先週とかだったんだけど、そう先週だった、え違うか、え先週か、先週、えまあいいやだったんですけどそうあのね、昨日なんか賞味期限ちゃんと見とくねって言って見たら2月28だったんですよ。やばやばやばと思ってでなんか多分賞味だったから、冷凍してるから多分さ切れても数日多分いけるんだけど、私ってねなんか変なところ神経質なんですよ。そう変なとこ神経質だから、このお肉どれだけ美味しくてもこのお肉は賞味が切れてるものと思ったらなんか気持ちなんか美味しく感じない神経質な一面を持っているので、明日やってもいいですかちょっとそう26はね絶対無理、26が27は100角で無理で28は無理なんですよ。そうだから明日お話し会終わってキッチン配信に移せるキッチンじゃなくて、今そうキッチンがね汚いというよりかはキッチンのとこにも段ボールをすごい立てかけてて、それ一回ちょっと部屋に持ってこないといけないので、そうで、まあ、公演はその次の日に朝夜公演という2公演公演があるので肉を食べてエネルギーをっていうで多分すっごい大量にあるから、そうあのショールーム中に全部食べることは多分しないんだけど、あのちょっと私自身もぐもぐ配信が苦手ということもあって、多分3袋あるの、タンとホルモンとなんかロースかな、3袋あるんだけど各4、5枚ぐらい食べて一回こっちに戻ってきてみんなありがとうみたいな感じになって、であの終わった後に一人でやろうって思うのでそう多分明日がね段ボールの日じゃないから多分出せないんだよね。だからあのすごいあの食べたくなる配信だと思うからあのお肉ねあの用意してた方がいいかもっていうそうちょっとあの話し会終わった後にお仕事があって、ちょっとあの何時に終わるのかとか何時に帰ってこれるのかがちょっと分かんなくて、そうでも一応そのメールとあのツイートとかではなんか何時からの配信でみたいな感じには、多分ツイートは多分お話し会終わってからになるんだけど、そうこのあと何時からみたいな、メールはあの午前中とかにちゃんと午前中というかお話し会の前とかお話し会のお昼とかにあのお知らせしとけるようにしたいなと思ってます。時間がね確定出せないからツイートとかするのが難しくて、もういいんですけどね時間書かなくても。でもあの冷凍してるから冷凍を取るとこから始めないといけないんですけど、なんかお肉って私一人暮らしなんで一人分しか買わなくて、なんか使い切っちゃうから冷凍することがなかなかないんですけど、冷凍のお肉って普通に電子レンジのやつでやっていいよね、冷凍の自然解凍の方が肉のなんか美味しさとか損なわれないのかな。自然解凍だとしたらいつ外に出しとけばいいんだろうって、朝出したら帰ってくの10時間後とかだからやばいあ、冷蔵庫に入れておけばいいのか、あ、そっか、あ、そうなんだじゃあ、 あの朝今映しても大丈夫、今映しても別に大丈夫なやつ、なんかね自分のことを信頼してないわけじゃないんだけど出かける前すっごく忘れそう今でも別に今でも今冷蔵庫に入れても冷蔵で冷えてるとこだし、賞味自体は28だから肉にそんな悪の悪い方に影響はない、あ、賞味期限内だから今でも、あ、オッケーオッケー、ちょっとあの覚えてるうちにやっときますってことは私明日帰りにスーパーに寄らなきゃいけないから焼肉のタレとかないんですよ焼肉家でしないから、
そうだからスーパーによるからなおさらちょっと帰る時間が分かんなくなっちゃった。そうお仕事お話し会自体だけだったら多分予測つくんですけど、もう一個のお仕事の方が本当に分かんなくて、めっちゃ巻く可能性もあるし押す可能性もあって白ご飯はちょっと炊飯器でやるのは明日はちょっとめんどくさいので、チンのご飯を使おうかな。でも多分ショールーム中にチンのご飯一パックを食べきることはできないから、お肉だけだからご飯は後で配信終わってから食べますあ、そうだね、タンがあるからレモン汁欲しい。え、ちょっとさ、あのちょっとみんなは私のメモ帳代わりにして申し訳ないんだけどさ、あのハッシュタグお手紙かなんかつけて明日買うものって書いちょっと書いてくれちょっと焼肉のタレとあのレモンあと何がいる、野菜、お肉の野菜。多分ねスーパーに焼肉鉄板焼き用とか焼肉用にあの野菜が売ってる気がするのね。そう私自身別に野菜なくてもいいんだけど、こういう私まあ料理配信とかあんましないからあれだけど、多分、ね、なかったらねコメントでね野菜は野菜は野菜はって言われるの経験上違う、あの嫌っていうよりかは私そういうのなんか言われる前にやっとこうってタイプだからそう絶対ねなんか野菜食べないとダメだよって言われるから、そう絶対言われるからちょっと 見栄えのためにも野菜を言われる前に防ごうぜっていう、なんかファンの方なんかね、私のファンの方は優しさ、私がそのなんか体調とか崩さないようにとかあるじゃないですか。けど多分焼肉っていうやつ見てそのテロップの初見の方とかに多分思われちゃうのがそうあれかなと思って、椎茸、あ、私椎茸にあれしたい、あのバターと醤油のやつ、あ、醤油昨日切れたわ、醤油も書いてて、あとチューブのバターも書いてて椎茸も書いてて忘れちゃうぐらいかなと。お肉自体の量が多いからあんまりね他を多くしても食べきれないのよ。なんか他を多くしてそこを食べちゃってせっかくみんながくれたお肉食べきれない方が問題だから、そう本当に量が多くて、まあ明日公演後に残ったやつ食べてもいいけど、それは多分フライパンとかでできるから、明日は本当に焼肉用にしたいから、え、あのさ、あの多分ねめちゃくちゃ量が、まあ、明日見せるからあれなんだけど、めちゃくちゃ量が多くて100角で残るのよ、あの1回じゃ絶対食べきれんのよね。そうで、1回で冷蔵したやつはすぐに冷凍しても大丈夫、別に関係ない。ダメなの？じゃあ私が小食っていうよりかはみんながねすっごいお肉をねプレゼントしていただかれたからね、すごいの量が、あれその今日今から冷蔵するのは分割はできなくて一回袋を開けなきゃいけないんだけど、ジップロックとかないからラップでとかえそのまま冷蔵はいいの？あの27の夜には全部ちゃんと28までだから、あの27までには全部食べておきたいんだけど、残ったやつはそのまま冷凍がダメで再解凍がダメならそのまま冷蔵はいいの？私なんかお肉冷凍で届いたから、そう冷凍じゃなきゃダメなのかなと思ったけど、賞味期限内だから冷蔵でいいの？あ、じゃあそのまま冷蔵にしますわ。一回今冷蔵庫に入れて、自然解凍っていうか冷蔵に入れといて、残ったやつはあの翌日食べるように冷蔵に。オッケーオッケー、ありがとうみんな、私のグーグル舐めてんの？そうです、ごめんなさい、うん、そうします、ありがとう。
明日お母さんが誕生日にさ、あのホットプレートもらうアイドルなんだろうと思うけど、お母さんが誕生日にくれたホットプレート、あの開幕戦初稼働の日、使ったことないから分からんけど、まだ箱の中入ってるから、いかろんと。それも家帰ってからだね。明日何時か配信できるかな、まあ、9時とかからは絶対できるんだけど、うん、そう9時とかは絶対できるんだけど、でまあお話し会の後だから、今日昨日の今日で多分喉がそんなすぐ良くなるとも思わないから1時間ぐらいかな、お肉食べつつお肉食べてるとき喋んないからご飯食べてるときに喋るの難しくないめっちゃ思うんだけど、ご飯食べながら喋るのって難しくない？だから多分ね、もぐもぐしてるときと私喋らんで、だからすごい、あの絶対ね、絶対美味しそうじゃん、そんな私もこんなにいいお肉を食べたことないから、そう多分美味しいみたいなことはすると思うよ。だからあのね、みんなも食べたいってなるから、そう好きなお肉一パック牛丼、豚でも鶏でもそう何でもいい、好きなお肉一パック手元にあった方が明日のあなたのためかもっていう、うんホットプレート使う前に洗うか、洗うって言ったじゃん洗わなきゃって言ったじゃん、洗いますよちゃんと。でもなんかあれだよね、コードがそのままついてるやつだったらちょっと怖いけど、取れるのかな、まだ開けてもないか分かんない開けなきゃまずでも本当にみんなね、本当にショールーム見てくれたみんなのおかげで食べれるお肉すぎるから、明日の私の夜ご飯みんなに支えられましたよ、みんなアイドルの食生活支えてよそう私の実家にあったホットプレートが多分昔のだったってのもあるんだけど、外れなかったんだよねプレートが、でだからそれしか記憶いないから、けどまあ最近のやつは外れるよねっていう、あのお知らせもしたいなと思って、今日はショールーム、まあ、ちょっとほぼほぼ綺麗だったんですけどしました。で今日ちょっとね、一つだけ聞きたいことがあって、まあ、ローム場の話になっちゃうんですけど、あのちょっとローム場ってなんぞやって方もいると思うんですけど、去年じゃないわ去年じゃないわ、先週2月13日からあのロードモバイルっていうアプリさん、どこにさんつけてる、ローム場ちゃんというアプリとあの STU が3回目のコラボをしてて、まあ、今までは2期生だとかソラハだとかがやってたんだけど、3回目はあのお話をいただいて私も参加することになったんですけど、そのローママさんからね、あのあかりんとみちゅと、葵ちゃんとありちゃんっていう私で5人でやってるんですけど、まあ、2月13日から始まって、あの私が一人でやるというよりかはファンの方と一緒にやるやつなんですよ。で今までまあ STU とゲームって考えたら何かしらをかけてだとかが多くて、なんかもうね、もしかしたらその STU とゲームって言葉を聞くだけでわーってなるかもしれする なってしまう方もいるかもしれないんですけど、今回のゲームはどちらかというとただただ楽しくやろうぜイエーイみたいな感じなんですよ。でもギルドに、私のギルドの入り方はあの私が2月13日にツイートした URL からアプリを取っていただいて、記入フォームとかをしっかり書いていただいてからじゃないと入れないんですけど、あのすごい私基本的になんか敬語で喋っちゃうことも多いんですけど、なんかまあ敬語の時もあるんですけど、なんかチャットはなんかタメ語の時も多くてあとめっちゃ関係ない話もしてます。そう今とんかつ食べてるけどみたいな気持ち悪いとか
話したりとかそうしてますね。そう今ちょっとあの敵のなんか海外の方もすごいやってるアプリなので、なんか海外のそのどういうお話というかアプリかというと、なんか育成というよりかはまあいっぱい海外とか日本の方もやってる、その他のお城を攻撃したりだとか、なんか領土とかなんか国王とかなんかすごい、なんだろう、私のファンの方が言ってたのはあれよ、どうするなんだっけ、あの漫画三国志じゃなくてなんだっけ、私のお父さんが好きなやつなんだっけ、あれみたいって、あれだよって、基本なんだっけ、国を取る、いやそうキングダムキングみたいなゲームだよって言ってて、夢があるゲームなんですよ。で私はそのあまり好戦的なタイプじゃなくて、まあ、私のギルドの方が好戦的なんですけど、私はそういうのだから平和に生きてるんですけど、なんかやっぱねこっちだけ平和に思っててもね、あの仕掛けられる時は仕掛けられて、今すごい、ね、敵のお城がずっと近くにあったりとかしたりしたんですけどっていう、なんかなんだろうファンの方と共通の相手がいるから一つになるし、大丈夫ですかみたいな感じになんかやり取りしたりだとかしてるので、ぜひあとね1週間ぐらいあるのでぜひ入ってほしいなと思います。はい。あと1週間ぐらいあるのでね、そう私のツイートに言われるから、アプリ取ったから気に入る、何これ肉まんで美味しそう、お腹すいた、聞いて待ってよ、ちょっとあの今ちゃんとローマ語を知らない方を置いてきぼりにしたくないから説明してるんだから待ってよ。っていう感じで入ってほしいなと思ってて、ちょっとこっからはあのローマ語をね、あの知ってる方にしか分かんないものになっちゃうんですけど、まあ、直接的にはゲームの何かに関係あることではないんですけど、あのヒーローっていうのが出てくるんですよ。でヒーローというものが出てきて、そのゲームのなクエストみたいなやつがあるんですけど、それを進めるとヒーローが増えたりだとか、なんか、まあ、ヒーローを増やしていって、でなんか自分でどのヒーローを戦いに使うかみたいなの選べるんですよ。そうで私選び方が分かんなくて、あの何を選んだらいいのか教えてっていう。そうあのちょっと皆さんローマ版やってる人もね、多分言葉だけ聞いたらどの子だろうと思うから、あのぜひヒーローの選択画面みたいなの選んでいただいて、選択というか武器とか設置する選択画面を開いていただいて、そうマストで6体入れるのかな、5体か、5体入れれるんですけど、マストで入れたい2体があって、それがあの森の妖精とバラの騎士っていうやつなんですけど、そう見てても多分いいと思うんだけど、ちょっと私アンドロイドでスクショしゃべりの写真、あこれラジオの台本、あれにゃ、マストで入れたいのが、森の妖精とパラの騎士っていうこの2つなんですけど、あとの3つが分かんなくて、今入れてるのはあの嵐の賢者っていうおじいちゃんと、なんか初期キャラの守護騎士ってやつとデスハンターっていう今言ったようなこの2つとデスハンターっていうこの女の女性の方なんですけど、そうどれをなんかね、あの他にもそうで、あの私が何を持ってるかはあの死の騎士っていう、なんか一回死んでもまた復活するやつと、雪の女王とナイトイレブンってやつと、ちょっと写真撮るの下手、とブリキの人形と爆弾ゴブリンと小悪魔と魂の創造者と漆黒のカラスと、なんかすごい中二病みたいな意味がついてる、シンクの稲妻と光の崇拝者とデーモンスレイヤーっていう、あナイトイレブンって言ったね、ナイトイレブンか、はい、っていう
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16体持ってるんですけど、そう、悪魔の子が可愛い、悪魔の子偶然手に入れたんですよ。なんかヒーローが出てくるよみたいなやつボックス開いたら出てきて、すごい可愛い感じですけど、氷の女王とデーモンスレイヤーおすすめ。あ、そうなんだ。あ、でみんなバレるねやっぱり。あ、いや氷の女王とデーモンスレイヤーなんだ。これ、あ、雪の女王か。全然強化してなかったこの2体。なんか更新させられそうになった。トラッカーは攻撃で相手をひよらせるからいいよ。トラッカーって何？攻撃止めるやつ。まあ、こんな風にトラッカーって何っていうように、私もまだ1週間やってるけど、めちゃくちゃね、もうめちゃくちゃ完璧なのですっていうほどではないので、今からの方も全然大丈夫なので。わかんないよね。そう、ブリキの人形赤ずきんちゃんみたいで可愛い。デーモンスレイヤー使ったことなくて、まだ1だもん、レベル。まだ1です。あ、トラッカーっていうヒーローがいる。あ、いない、私持ってない、悲しい。トラッカーっていう名前なのか、持ってない。今出てきたのは雪の女王とナイトレイヴンと敵の動きを止められる系だから、あれだよね、あのブリキの女の子も止めるから。そうだよね。あ、小悪魔とブリキってに、あの課金なんだ。私無料でもらえたわ。デーモンスレイヤーはやられやすいけど、敵の後ろに回り込めるからなかなか使えない。難しい。なんかあれか、状況によって使え、なんかこの5体で固定とかじゃなくて、相手の敵だとかを見て。コロシアムだと、え、クエストだと何がいいの？そう、クエストがね、もう進めなくなっちゃって。そう、クエストっていうか、あのヒーローの像みたいなとこ、あれがね、もう進めないの。わかんない、進めないっていう記憶があるだけで、もしかしたら今やったら進めるかもしれないけど。ちょっと今どこかもあんま覚えてないんだけど。え、その面によるの？めんどくちゃ。もう私ずっと固定でやってたよ。森の妖精、バラの騎士、嵐の賢者、守護騎士、デスハンターをずっと入れてた。そうなんだ、もう全部相性か。だからあれか、この子弱いからこの子レベル強化しなくていいやみたいなのは一個もないってことか。全部平等に強化しなきゃいけないのか。バラの騎士、小悪魔、死の騎士、デーモンスレイヤー、トラッカーで、これでコロシアム44位まで来た。え、小悪魔って使えるんだ。小悪魔レベル何部だ？ 22 だ、やば。デーモンスレイヤー1だし。でも平等に全部か。もう全部、あのずっと自分がデッキに入れてる、その森の妖精とバラの騎士と嵐の賢者と守護騎士とデスハンターしか強化してなかった。全滅せずにクリアすると自動で、あ、知ってます知ってます。それはあのローババの説明会の時にローババさんから、そう、進めたらちゃんとあの楽できるよって、ローマは進めれば進めるほど楽ができるゲームだよって言ってた。最初そのクエストもさ、自動とかがなかった。でも自動でやるより自分でやる方が勝てるから、自分でやっちゃうんだけど。そう、あ、小悪魔は敵全員動けなくできるんで、ただただ打たり、あ、なるほどね。じゃあもう全部強くするよ。でもね、まだ一番強くでもレベル45だからな。
あ、ヒーローアイコンは悪魔ちゃんです。可愛いから小悪魔です。可愛い。そうだってこの小悪魔ゲットした時にミチュにさ、その時まだファンの方とギルドになる前だったからさ、そうミチュと同じギルドだって、あのメンバーでギルド組んでて、でその小悪魔欲しいんだけどどうやって手に入れたのって言われて、なんかそのヒーロー一体出てきますみたいなやつで出てきたみたいに言って、いいなって言われたからさ可愛いんだよ。でもこの子弱いと思ってた勝手に、ごめんなごめんな。光の崇拝者とかも鍛えた、鍛えればじゃ一回全部のキャラレベル40まで持っていこう多分さ、なんかコロシアムとかそのクエストとかに入れてもさ、レベル26とかでさ、後のやつがレベル45だからさ、多分ひときわ弱く見えちゃうから、多分強化する気なくしちゃうからさ、一回全部のキャラクターをレベル40にしてみる。ヒーローちゃんと階級上げた、今階級6ぐらいかな。6ぐらい多分ね、全部じゃないけど。なるほどね。じゃあレベル40、お肉いっぱいあげて全員一回平均レベル40にしますわ。なるほど、なるほどね。なんだ必勝、このキャラ使っとけばって言うかも、相性なんだね。じゃんけんだ、じゃんけん。なるほど、解決いやずっと思ってたの、なんか攻略サイトとかでさ、あやばいやばい、そう攻略サイトとかでさ、あの光がいあの編成みたいなの見てたんですよ、編成の仕方みたいな。だからなんかよくわからんくてさ、早く開国してほしい、移民するのに。え、そういうゲームの、私別に鎖国してないよ私のギルドに入ろうと思えれば入れますよ。ん、どういうことだ、私鎖国した気する、無意識なんか設定鎖国してないよ、してるのかな。バラの騎士は、うん、この子は課金で手に入れたからもう絶対入れるそういう理由そう魔獣退治ならモリニオス、あ、まあ、モリニオスはね全部にマストで入れてる、回復強いから。ねえねえ、何見つけた、見つけた。国自体が90日間新しく始めた。何国って、でも私なんかどっかの国にいるのは知ってる、なんか違う国のなんか王様の所属のなんとかみたいなのに攻撃されてたから、そうか、でも私の知らないところで世界は動いてんだなと思ってましたそう、なんかでもファンの方すごい詳しいのよね、だからなんか敵が来ましたみたいな、敵が偵察に来ましたみたいな、これあの今なんか王国なんとかやってるからみたいな、多分あっちの国のみたいなこと言ってて、へえいろんな国があるんやってそういろんな国があるんやなって。前からやってる人はギルドに入れない。ああ、何でやってたの、普通にやってたの普通にやってたの、好きだったの、それとも第1弾第2弾で入ってたの、ミヒいないのにじゃどの子のところでやってたのってNNBさんのイベント、あーなるほど、察しNNBさんもやってたんだ、へえ、いろんなゲームコラボしてるよね。
あ、私今日ね、あの NNB さん の, あの最新シングル届いて4枚、か3枚、なんかね3枚しか買えなくて、最大枚数3枚しか買えなくて、で多分別で別のとこから多分何枚2枚かかって、あの渚さんに投票したんです。でメールも取ってるからモバイルの投票枠も渚さんに投票しました。渚さんがね、渚さんのメールとか撮ってるんだけど、すごい気持ちを伝えてくれて、そう、なんかやっぱ変な話、やっぱり推しメンだなと思ったし先輩としてもすごいなんか尊敬できるというか、あの学びたい言葉遣いというか言葉の選び方で、そう、なんかと自分もなんか私もさ、なんかそういう投票系とかやってたわけじゃないですか。だからなんだろう、その渚さんの方が総選挙とかもあったからそういうことを経験してるけど、なんかやっても慣れないものですよねって。あ、肉まん、さっきの肉まんって今なんか言ってたね、なんか肉まんのイベントやるって、イベントやってんだ知らなかった。そ、何の肉まん、何の何でこの月に肉まんなんだろうと思ってたんだけど、なんかショールームのさギフトってなんかイベント性あるからさ、肉まんのイベントやってよかな。肉まん派とあんまん派、断然肉まんなんだけど、もう肉しか勝たん。あんまんも好きよ。けど私なんかコンビニとか行くときにお腹空いてるときとかご飯系とかが、あのお腹をなんか満たしたいときに甘いもので満たさないんですよ。なんか菓子パンだとか、もう絶対おにぎりとかそういうのになるから、甘いものはなんかおやつだから、お肉しか買った。でもそのおやつであんまん買うことないからさ、お腹空いてるときにちょっとなんかお仕事、声のお仕事だからちょっとお腹なっちゃうと思ってちょっと食べるぐらいは肉まんだから、そう、だからもう肉まんしか勝たん。へえ、そんなことが始まっていたのね。あ、もう10時過ぎて、あと10分ぐらいしたら壇上見ますね。意外とアンマン派なメンバーがいてびっくり。確かにメンバーはなんかアンマンな気がする。あ、ピザマンも美味しいよね。ピザマン初めて食べた時衝撃だった。でも初めて食べたのね、 ST 入ってからだったんだよね。なんかそういうレジ横のやつをさ食べる機会なくて、入る前は学校生活とかしてる時、家帰ったらもうご飯あるからさ、なんか買って帰ったりしないからこれは実家の強みというか、そう、一人だとさちょっと買って帰っちゃうことが多くなって、 STU 入ってから初めてピザマンを食べたんだけど美味しかった。肉まんとかあんまんも、あんまんも STU 入ってから初めてかも。なんか肉まんはなんか冷凍の電子レンジでチンするやつ、うち親がどっちも働いとったから、あの朝起きていない時が多かったから、そういうチンで自分で作れるやつをすごい置いてくれてたの。だからなんかそう肉まん食べてた気がする、朝に。あ、たこ焼きとか食べた、朝に冷凍の大きい袋のやつがあって、そう自分で今日は何個食べれるっていうのを出して、あの髪の毛とか洗いに行ってる間にチンしてできたやつを朝から関西だなって感じで今日食べてました。でも高1と高2の前半ぐらいはちゃんと食べてたんだけど、高3ぐらいからなんか朝ごはん、なんか今はねもう23歳になって食の楽しみとか分かってたけど、学生の時ってなんかもうとにかく眠たくて、なんかご飯食べるぐらいならその分寝ちゃえと思って、高3と高2後半ぐらいから高3まで朝ごはんをあんまり食べてなかったあんまり食べてなかったね。で高1は高校生成り立てだって、
なんか嬉しかったからちゃんとやってた気がするけど。そう。そう。そう。だからもう何も食べずに学校行って、なんか、あ、中学校の時は、あの、ちゃんと食べてたんだけど、高校って別に休み時間に何食べようが自由っていうのがあったから、別に朝ごはん食べなくても、なんか学校着いてからホームルーム始まる前になんかちょっとつまめばいいって思えちゃって、でそれでも足りんかった1時間目終わったのになんかお菓子飽きるとかしてたから。そう、それは高校生活がなんかそういうなんかね、合間に何か食べても OK だったから朝ごはん食べなくなった、そっから。そう、あとね、学校の行き道にコンビニがあって、なんか今日のおやつ何、え、なんかリップ機能みたいなやつ、何のおやつ食べようと思って買って帰ってました、買って行ってましたね。そうとかね、全然お昼の時間じゃなくても食堂が開いてて、さすがに早い時間はダメなんだけど、開いてないわけど食券はいつでも買えるから、そう、外に出てるからめっちゃね、ポテトだけのために食券買いに行ったりとかで、食堂の前にある自販機はなんか6個ぐらいあって、普通の自販機とパンがいっぱい入ってる自販機と紙パックのジュースが入ってる自販機があって、私毎日朝紙パックのリンゴジュース買って教室上がってた。そうで、なんか窓側のことが多くて、私席がで窓側の窓の枠に置いてカーテン閉めて、そう見えないようにしてたけど、そう置いてましたね。そう、でもね、高校時代はあんまりね、ちょっとなんか食堂とかって先輩とかいっぱい、後輩とか同級生とか人がいっぱいおるから苦手で、食堂に行くことあんまなかったんですよ。食堂で何かを食べることもあんまなかったんですけど、1回だけうどん食べたぐらい、本当に3年間で多分1回2回なんですよ。今思えばもっと食べときゃよかったなって、すごいあれは在校生の特権だったなと思うから、そう、もっと食べときゃよかったってめっちゃ思う。ポテトは食べてたけど。食堂でホットなんだろう、ホットドッグかな、買わないよね。でも卒業してみれば買っとけばよかったなと思う。そう、めっちゃでもすごい苦手だった。でも友達が食堂だとかして一緒に食べるから、私なんかお弁当とかだったけどついてって、そう食べてたけど、すごい嫌だった食堂の空間って、うるさいし。静かに食べたい。そう、食堂あるの羨ましい。あ、ないとこですか、お弁当とかって。私食堂っていうよりかなんか給食がある学校行きたかった。高校はもう基本ないけど、中学校で給食だったっていう子が結構多くて、メンバーとか、そう友達とか、なんかね、小学給食なんて小学校で終わっちゃったから。私職業体験で保育所行ったんですよ、1週間。なんかこれ多分普通の名前は職業体験なんですけど、兵庫県の方にトライアルウィークっていうなんか職業体験の1週間があって、自分で選べるんですよ行くとこ。私も保育所行って、すごい人気なとこ行ったんだけど、そうじゃんけんで勝ち残っていけたんだけど、なんか給食が食べたいがために自分の母校の小学校に行けば給食が食べれるんですよ、一緒のね、一緒に過ごすから。給食が食べたいがために一瞬迷ったもん。でも私はなんか保育所の先生にはなりたいけど、小学校の先生はなんかその時はまだ違うと思う。今思えばね、小学校の先生もやってみたいんだけど、そうでもまあ今は別に学歴ないかできないんだけど、そう、その時はねまだ夢見てたから、そう、でも給食のために行こうかと思ってましたね本当に。でだからその学校にいた子たちが給食食べたみたいな話をして、マジで羨ましかった、羨ましかった。でもね、覚えてたの、なんか自分が小学校の時に丸々中学校から来たお兄さんお姉さんですみたいな感じで、なんか外でやる
朝礼、朝礼じゃないか、全校全体集会みたいなのの、なんか校長とかが立つ朝礼台みたいな、すごいちょっと外にあるちょっと高い台にわざわざ登って一人ずつ挨拶してたの知ってたんですよ。その私が当時小学生だった時に中学生のお兄さんお姉さんが、それがすごい嫌だったの今アイドルになっていろんなステージにね、ファンの方のおかげで立たせてもらえるようになって、人前に立つこととかも、なんか初日公演とか新しい曲とか緊張するけど、なんか今は楽しいの方が勝つんだけど、その時人前に立つのがすごい嫌だったから、もうその記憶があったから絶対嫌だと思ってそう、怖いじゃんあんな、絶対もうガクガクブルブルだもん、ガクブルだよ。そうソフト麺は知らないな、あの、あったのは知ってるけど自分のとこにはなかった。私ね、あの三丁目の夕日とかいういろんなあのその給食のね、給食の話をしてるやつとか結構見てるから、昔の給食知ってるんだよ脱脂粉乳とか ABC スープみたいな昔すぎる三丁目の夕日の知識。私のとこはココアワッフルとかあったよ、焼き ビーフンとか、なんだろう、わかめご飯とか、はちみつと食パンとかいっぱいあったよ、うん、そう。クリスマスはチキンとケーキが出てたんだけど、そう、小学校 1,2 年生の時ぐらいはちゃんとあのクリスマスケーキ出てたんだけど、3年生ぐらいからゼリーになって、3年生ながらこの学校は不景気なんだってことを学びましたみんなで、うん、多分不景気だから多分これからもケーキ出ないんだろうねつって言ってました。だから 1,2 年生まではちょっとケーキが出てて、クリスマスの給食はケーキと思ってたんだけど、そこ次の年からゼリーになりました。まあ美味しかったんだけどね、ゼリーも。でもデザートがある日はやっぱ嬉しかったですね、なんか七夕のゼリーとか。あ、20分だ。ケーキの種類選択制だったの、すご、何お金持ちの学校すご、冷凍みかんあったっけな、わかんない。プルーンとかあったよ、うん、あと七夕、あとあれババロアとか、ババロア好きだった、ココアワッフルが一番好きだったな。わかめご飯も好き、わかめご飯は今も好き、うん、あんまり覚えてないもんだな。焼きそばとかも給食食べてな、給食ってさ、なんかあのけなしてるとかじゃなくて、めちゃくちゃめちゃくちゃ、もうここは三つ星くらい別に美味しいわけじゃないんだけど、まあ、美味しいんだけどね、けどなんか食べたくならん、家で作る味とは何か違うみたいな、あの給食に出てくる焼きそばの味をもう再現できんもん、なんかそう、なんか違うよね、なんかあれはなんか小学生というか給食がある学校のなんか特権だったから、もっと味わって食べればよかったみたいな。私なんかコッペパンとかも毎回半分にしてたしさ、全然食べない子だったからさ、そう、なんか本当に全部失ってから損する、なんか悲しくなる。なんか本当に今当たり前にできてることって数年後当たり前じゃなくなるから、ちゃんとなんかやろうって思うなんかそう、もっと食堂行っとけば、多分食のことしか考えてないけど食パンじゃ、食堂行っときゃとか、給食ちゃんと全部食べてりゃみたいな。なんか小学6年生の時の担任の先生が本当に大好きで、そうめちゃくちゃいい先生だったの、本当にめちゃくちゃお世話になって、小6からちょっと私がなんか小6からも中学校にかけて、まあ長かったんだけど、そう高校も別に治ったとはあれなんだけど、なんか小6の後半ぐらいからなんか学校に行けなくなっちゃって、別になんかいじめられたとかそういう悲しいことがあったっていうよりかは、ある日なんかプツッとスイッチが切れたみたいに、なんか行けなくなっちゃって、で行けない、なんで行けないのって言われても分かんないんだよね。そうっていうのだから、結構私がなんか変な時に私の担任の先生だったからご迷惑おかけしたなと思うんだけど、私がね一番やばかったのって小6中1中2なんですよ。
高校もなんか高3はその受験のこととか踏まえてまた違う意味でなんか病んだりはしてたんだけど でなんか小6中1中2の先生が小、まあ、中学校は中3までかな、死ぬほどね優しかったの。私多分その小6中1中学小6と中学校時代の担任が体育会系ですごいなんか精神論とか根性論とか言ってくる先生だったら多分私無理だった気がするいやそういう先生もいいし、今の私のなんかこういう元気な時だとそういう先生大好きなんだけど、その時の私は無理だった。だから本当に小6と中学校にやった先生って、私まあ共働きだったからさ、親が別に休んでもバレないわけよ。バレるけどね、あの帰ってきた後にバレるみたいな、しかも帰ってきて、まあ、バレるけど、そうなんかっていう感じだったんだけど、なんか普通の担任の先生、普通の教室の先生、うん普通の学校の先生は休みますって言っても親じゃないとダメみたいな、親から電話が来ないとダメみたいな感じでことが多かったりとかするじゃないですか。けどその小6と中学校時代の先生は、あと学校側が考慮してくれて、その中1と中3はその担任の先生同じにしてくれたりとかしてたんですけど、なんかその小6と中学校時代の先生は私が多分そういうことなのすごい察してくれて、休みますって言ってもなんか今から来なさいって、親じゃないからダメなんだみたいなことを一切言わなくて、一回もね言われたことないので、分かったみたいな、でもしあの朝の会が終わったら先生また電話するからみたいな、その時にやっぱ行こうかなと思ったらあのその時に教えてみたいな、無理だったら無理でいいからみたいな感じで、なんか授業が終わるたびとかそういうのになんかね電話してくれるんだけど、なんかその電話の内容がなんかなんで来ないのとか、まだ来れないとかじゃなくて、なんか今日の授業はねとか、そう体育で〇〇がなんとかしててよみたいな、か今日給食はなんとかだよとか、なんか本当にあの休み時間とかの時にそういうなんかそういう話をしてくれてすごい救われてた。本当にめっちゃ感謝してる。そうでも小6でそのそれがまあ治らなかったってあれだけどだったんだけど、なんかで中1の先生もそういう先生 で中2の先生も新任の先生だったからすごい申し訳なかったんだけど、そういう先生 で中3は中1の時と同じ先生にしていただいて、そうなんかすっごいね本当に今ちょっとコメントがあったんだけど、どこだ、あその時の南に会って、あ全然私が思ったコメントじゃなかったんだけど、あの今の私があるのはその先生のおかげだなと。あ高校あおめでとう、うち今学校の話してたからぴったしだねおめでとうえらすごいね受験合格、そっかもうその季節か、そうなんか本当に今の私があるのは先生のおかげだ。そうだからね、学校に来ても別に教室に来なくていいよみたいな、カウンセリング室行っておいでみたいな感じで、その私小学校の時は、中学校は違うけど学校行っても一日ずっとカウンセリングルームに行ったりとかしてた。でもね何をするでもなくカウンセリングの先生とずっと遊んでたんだけど、えこれと話したことあるんでこれだけ話して終わるで、ね、私ってあのそういうところだから察しがいい、ちょっと可愛くない子供だったの。だからカウンセリングルームに行って、先生カウンセリングの先生がなんかあの今日はじゃあお絵かきしようみたいなって、お絵かきみたいな、え何みたいな、でここに木の絵を描いてみてって言われて、そう 木だけじゃなくて木になんか咲いてるなと思ったら描いていいしみたいな、空とかなんか雨とか雪でも太陽でもなんかみなみちゃんが思うなんか木の感情書いてみてって言われて、本当私多分差しが良いし可愛くないから、あこれであれでしょ精神状態測るんでしょみたいなこれで、ね、木が枯れてたら私やばいんでしょみたいな、そうこれで、ね、実がいっぱいついてたらなんとかなんでしょみたいな先生に言って、先生がいやそんなもんそんなんじゃないよ、ただのお絵かきしようっていうあの先生が思っただけだよみたいな、いや絶対違うみたいな、これ雨降ってたらやばいんでしょみたいな言いながら全部知ってるから
すごい豪華な議会た気がする。そうそう、めっちゃあのお花生やしたり木にリンゴつけたり。めっちゃ可愛くないよね。そう、めっちゃ可愛くないなって、でもそれも記憶に覚えてて。そう、いや先生はもうこれじゃ何も剥がれんって思って、多分最後らへんは諦めて一緒に動物描いてた。っていう、なんかね、別にね、私の過去が悲しかったとか暗かったっていう話をしたいわけでもないし、私自身別に暗い過去だと思ってなくて。なんかね、楽しかったから別に、そう、なんか何か悲しいことがあったってわけでもないから、本当になんか本当に普通にスイッチが切れたってだけなんだよ。糸がプツンと消えたみたいな。でもなんか別になんかそこまでその過去を負い目に感じてるわけでもないんだけど、けどなんかそういうなんかファンの方とかメンバーによく周りを見てるだとか、そう、自分誰かしらになんか寄り添ってあげたいっていう自分の気持ちがあるのは、そういう弱い自分がいたから、人はいつか誰でもそのプツッと切れる時があるというか、そういうなんか分かる、自分も経験あるか分かるから、そういう支えれる人になりたいなみたいな。そうそうそうっていう感じで生きてるから、生きてるのはその時の弱い自分があったってなんだから、なんか自分の人生って無駄なことってないなって、どの時の自分も今の自分の成り立ってるなと思うか、別にね、お夢にも感じてないからね、大変だったねとかでもないんだよ、そうだったんだって感じで。みたいな、小6のみーちゃんそんなんだったんだねみたいな感じに、まあ、軽く聞くと、ちょっと私がちょっと声がね、テンション低いから、あの暗い、テンション低いって声を小さめにしてるから、ちょっと暗めに聞こえたかもしれないんだけど、そう、なんか全然あの隠したい過去でもないので、なんかそこまで負い目に感じてないっていうのは本当にあるので、そんなこともあったねって、そんなこともあったんだねっていう感じで聞いていただければいいかな。ではちょっと9分過ぎちゃったんですけど、男女見たいと思います。リアルタイムランキングなので、その間コメント読めないです。13位キムコさん、パチ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 。12位トワと台湾お父さん、パチ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 。11位ピアニッシモさん、あさっての夜公演、おー、チャートリヒナのやつですね、了解です、パチ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 。10位よっくんさん、みひちゃんの笑顔を全力を守りたい、守ってください。9位ディネさん、みひ、あ、これはいつも書いたやつ。パチパチパチ。8位、パンダムさん、パチ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 、やばい、発光してる、発光表現。7位保安官さん、みんの笑顔が一番、チャートリ公演笑顔見に行こう、あ、本当嬉しい、どっちだろう、いいよ、パチ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 。6位デーボさん、パチ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 。5位ポムさん、パチ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 。4位リョーニャさん、パチ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 。3位ウェブロックさん、パチ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 。2位ライディンさん、パチ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 。そして1位はドゥ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 ンドゥン、つやつやさんでした、パチ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 。あ、お腹すいた、やばい。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、見つけたみーのことを押してみひん、キュー、ありがとうございます。兵庫県出身みーこと石田みなみでした。で、1000人に行くまでに話しちゃったので、あの聞こその時 いらっしゃらなかった方もいると思うんで、めっくりですけど、明日配信時間はまだちょっと8時か9時かくらいになっちゃうんですけど、あのいい肉の日にファンの方と手に入れた焼肉セットを、まあ、全部とはいかないんですけど、私が食べてる、みんなのおかげで食べれたよっていうとこ、みんなのおかげなので、あのお見せできたらいいなと思って、ちょっと焼肉配信的なになるので、絶対ね、その時間の焼肉なんて、あのご飯食べたくなっちゃうと思うので、まあ、何かしらワンパックお肉を用意していた方があなたのためです。
明日見てください、あなたのためです。そう、食べたくなっちゃうって言われても知りません、私が食べます。でも本当にあのみんなのおかげなので美味しく食べたいなと思うし、美味しく食べたいなと思わなくても多分美味しいんだと思う、いい肉だもん。とりあえず私今から配信終わったら冷凍のやつを冷蔵庫に入れて解凍したいと思います。では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 、今日も一日ありがとうございました。明日の話し会来てくださる方よろしくお願いします。あの声がもしかしたらちっちゃいかもしれないんですけど、全然あのみーちゃん喉痛めてるしとか思わなくて、あの声聞こえなかったら全然言ってください、明日来てくださる方。では今日も一日おつみーちゃん、明日も頑張りみーちゃん、Twitter と Instagram のフォロー待ってます。ショールームも今日みたいにほぼほぼギリラだし、明日もな予約持って、時間がね終わる時間が未定すぎて、あの余裕を持って予約はできないと思うので、こういう風にショールームをフォローしてたら通知がいって気づきやすいので、ショールームのフォローもよろしくお願いします。では皆さんおやすみちゃん、今日もみーひんはみんなのことが大好きでした、なんちゃって。嘘じゃないけどなんちゃって。ではあつ、あ発酵食品、もうこち今日も一日おつみちゃん、おやすみちゃん、バイバイ。あ喉をいたわるぜ。うー